中島義兼、ね、第28代日本スーパーバンタム級王者2003年6月7日獲得中島義兼は日本のプロボクサー新潟県新潟市出身第28代日本スーパーバンタム級王者門江美宝石ボクシング事務所属1996年5月15日ボクシングでプロデビューを果たすデビュー後は4戦して1勝3敗で 黒星が先行し、その後勝ち負けを繰り返したが、2000年8月2日、当時日本版タム級1位の石川博久に3から、例の判定勝ちを収めた。ここから連勝を、重ね2003年6月7日には、当時7度目の防衛戦だった安定王者、渡辺淳一から圧倒的不利の予想。2003年11月15日、 WBC 世界スーパーバンタム級8位として、格上である同5位の金井秋広を迎えての初、防衛戦を行い、中盤までは、金井のほぼ一方的なリードで試合が展開したが、8回から持久力の差が現れ、9回に右ストレートでダウンを奪うと最終回2分15秒、左ジャブで劇的な逆転個勝利を収めた。2004年3月6日、 埼玉スーパーアリーナにおけるトリプル世界戦のアンダーカードで日本一位、瀬川節王を迎えて二度目の防衛戦を行った。世界戦では日本人選手が全滅、同じくアンダーで行われた佐竹正和の世界前哨戦も黒星に終わったが、中島は瀬川に対し、左フックのボディでダメージを蓄積させ、3から0の判定勝利を収めた。 2004年6月19日、日本6位、玉越や津平との3度目の防衛戦では、開始から攻勢を取る玉越が4回に、偶然のバッティングで、左目上をカットして出血。この回2分17秒、2度目のドクターチェックで、試合ストップとなり、負傷引き分けで王座を守った。2004年10月30日、両国国技館における、世界戦のアンダーカードで、 WBC4 位として、同5位、西岡俊明と日本人世界ランカー同士によるサバイマルマッチを世界挑戦者決定戦としていったが、7回にダウンを奪われるなどして0から3の判定負けとなった。打ち合いに苦戦を強いられた試合後の西岡は、中島の心身のスタミナについて、ダウン20回分ぐらい打ったのに倒れないと語り、会場で応援した観客の拍手は、 西岡以上に中島に送られた。2005年4月16日、日本武道館におけるダブル世界戦のアンダーカードで、WBC4 位として、WBA4 位、木村昌司を迎えての4度目の防衛戦では、一進一退の攻防となったが、4回に右ストレートでダウンを奪われたことが響き、1から2の判定で王座を失うとともに引退した。二千八年十二月八日に監禁。 強括容疑で逮捕されるも12月26日に不起訴になり釈放された。ザ・オヤジファイトのレフェリージャッジを務めて現在は SRS ボクシングジムで坂本博之が会長の元マネージャーをしている。ありがとうございます。